高め変化球外れてワンボール。変化球打ってライト前に運ばれてヒットです。ゆうた選手ライト前ヒット。さあワンアウト、ハーチアウト、ノーアウトランナー一塁です。バッターは8番 DH アミール選手です。インコースまっすぐ入ってワンストライク。非常にいいまっすぐですね。低め落としてツーストライク。低め落として2ストライク。ノーアウトランナー1塁です。3球目外いっぱいですが外れて2ストライク1ボール。非常に厳しいコースに攻めています原選手。対してバッターアミール選手、どうつないでいくか注目です。変化球打ってファールボール。2ストライク1ボールのままです。追い込んで2ストライク1ボール。変化球高めに浮いて2ストライク2ボール。なおもランナーは1塁です。低め落としましたが見送って2ストライク3ボール。さあ2ストライク3ボールです。さあ1球牽制。変化球見逃し三振でワンアウトですがランナー一塁の雄太選手盗塁でワンアウトランナー二塁です。さあいい変化球が決まりました原投手。一方ランナー二塁ですがここでバッター9番センター吉田選手。
初球低め外れてワンボール。変化球決まってワンストライク。低め落として空振り、ツーストライク、ワンボール。非常にいいボールです。続いて4球目。間を取ります原投手。外落として空振り三振、ツーアウト、ツーアウトでバッター1番ショート芹澤選手。さあランナー出した場面から2者連続三振の原投手、非常にいいピッチングです。変化球高め浮いてワンボール。安定の雄たけび。そうですね、原選手非常に強い、力強いピッチングが続いています。高めから変化球入ってワンストライク、ワンボール。低め落としてファウルボール、ツーストライク、ワンボールです。続いて3球目。追い込んでインコースに変化球外れて2ストライク、2ボール。ランナーは2塁です。変化球外外れて2ストライク、3ボール。さあフルカウント、バッター芹澤選手、ここで1点返したいところです。外外れてフォアボール。芹澤選手フォアボールで出塁です。ツーアウトランナー1、2塁です。
非常に芹澤選手選球眼が良かったです。原選手も外いっぱいナイスボールでしたが、フォアボールでランナー1、2塁です。ランナー1、2塁で2番サード山本選手、さあ2アウトランナー1、2塁、初球変化球外いっぱい入ってワンストライク。変化球インコース入ってツーストライク。さあ追い込みました原投手。さあツーアウトでツーストライク、ランナーは一、二塁です。低めを落として